2018年ピョンチャン冬季五輪を契機に韓国観音とソウルで公演を行う北朝鮮芸術団、三池淵管弦楽団の先発隊に13人は去る5日午前11時28分ごろ、陸路で韓国入りした。彼らは赤紫色の旅行用トランク、黒色の毛糸の帽子、厚手のコート、ピンク色のネクタイなど、 衣服を全く同じく着こなし、奉管した。これには理由があるのだろうか。ある脱北専門家は、昔からの習慣と述べた。解放以降、北朝鮮が国際大会に出場する際、身なりがとてもミスボらしかったため、キム・イルソン主席の指示でユニフォーム次元で揃え始め、これが観光のように固まったということだ。 今でも国家名称を帯びた代表団の場合、平壌の副工場で各自寸法を図っていることが分かった。別の脱北者は、過去、北朝鮮がユニフォームのような服を着て祖国が全ての物品を提供するという点を南側に固示する側面もあったが、スポーツ選手でもないのに、 同じ服装で訪韓するのは代表団たちも内面では恥ずかしい思いをしているようだと伝えた。これに対してチャドヒョン・キバヤマ政策研究院客員研究委員は、服飾を自由にすれば、思考も自由になり、それを避けるためのものとし、基本的に北朝鮮はマスゲームメンタリティとして、 集団の画一性を強調する次元だと見ることができると述べた一方北朝鮮芸術団の先発隊はいつか講演会場となるカンヌーアートセンターを訪れ6日夜明けまで準備を行った